なんだ貴様らは。お前そうか。バカが消えやがれ。 無駄な時間を使わせやがって。
取ってきたぞ。これ材料さえ。さあ、カカロットのやつなら作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ、300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしい。くっす。ちょっとベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは。あ、そう。じゃあ、なぜだ。なぜ俺はやつに勝てない。俺はサイヤ人の王子なの。まったく。バカなやつなんだから。呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗と。いっそソン君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするか。じゃあ死んでみる。なんだと。トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。ふざけるなよ女。俺を誰だ。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょ。あとあんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの。あの、ここはカカロットと戦った荒野か。何？相手はカカロットでなく喜び様のような出来損ないが、あの努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せている。どうした、こんな程度じゃないだろう。そんな、この俺がこんな程度で終わってたまるか。やりっこ。それとももう使い果たしたか。見せてやるぜ。俺はまだ力を出し切ってなどいない。バカな。
せてやろうか。超エリートの圧倒的パワーを。ふざけんな。超エリートのパワーを見せるのはこの俺だ。バカな。覚悟しやがれ。俺は俺を超える。カカロット。あら、物足りなかったみたいね。貴様。冗談よ。いや。もっとだ。え？お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと、何を偉そうに。俺が強くなって、3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。分かったわよ、もう。あら、今私初めてブル…俺はカカロット。見ていろ、カカロット。俺が…今タイム。いやー、今日もいい。ごくひとつ腹が減っちまう。たまに。だったら免許取る。俺がそんなもの持つか。だったら二人で今日二人。なぜ。次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るため渋々教習所に向かう。はーい、それでは。こうなってしまった以上仕方がない。孫悟空。よし、わかった。これも修行だ。大丈夫。安全運転で頼むよ。安全運転でいいんじゃよ。こいつは気持ちいいや。安全運転で頼むぞ。ヤッホー。わわわわ。
早く行けそうだな。これなら行けんじゃねえか。うわあ、運転は減点じゃ。うわっと、やっちまった。あ、安全運転で頼むぞ。ヒヤホー。わわわ、こいつは気持ちいいや。行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。あ、安全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。俺なら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。うわわわ、ヒヤホー。うし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。もうちょっと早く行けそうだな。安全運転で頼むぞ。どんなもんで。よし、ほら。なんですかこの二人は。もう ちょ安全。そんなこれはすの。行くぞ、ソン。来い。ごくカビよ、そ免許と、ま、およでもそ、ほらおな、おい、父いろい、ごくだから、そうかな。あのさ、悪いんだけど。あら、いいわよ。ほら、父に言われて車の免許を取って、なんとかなん。へえ、本当か。でも、ソン君、もしソン最良、そう、あと、そっか、いいわよ、これ。よし、お父さん、父が行くろ。いいだろう。悟空さん、
今無天老師様から連絡があっただよ。へえ、懐かしいな。よくわからん。無天老師様、気ぃつけて。ま、とにかく行ってみっか。行ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち、元気してっかな。よく来たね。ローランチ、天使、行け。どうせ、どう。そんで、食べたの。あ、へへ。よし、見つけたぞ。なに？お、バカ。こんなに。とにかく。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お前、おめえにあれで探してたんだ。そうか、そろそろ次の場所へ行こう。そりゃこそうだな。ちょうど修行を終えたところだ。手合わせに付き合ってくれ。そう、むしろありがてえくれ、うん、行くぞ。
約束通りし今の手をもうしばらく悪いな。それでそういや何時だよ。そう、本来ならば修行に集中したいところだが約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケうん。おお。ではさ、ありがとう。気合い。食いもんなら。いや。少しだ。この壁を乗り越えれば。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ。それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い、早速試してやる。
もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に。わかった。トレーニング。余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君なら当たり前だ。これならブルマも見ていろカカロット。遅くなっちまった。みんな修行して腕上げてっかな。よして腕上げてっから。人造人間はどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。お、こりゃすげえ木の塊だ。木が満ちてくるのがわかんな。もっと修行して腕上げて、どんな人造人間が出てきても絶対勝ってやっぞ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。ワクワクするぞ。やっ、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 遅かったな。わりわり。でもあ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。